あ、へい。あ、ありがとうございます。
続けます。だだね、ごめん。次の曲ね。もうね、そうそうね、70年代の曲が多い。
多いですけど、次も、あ、そうだそうだよね、コルベットと同じアルバムに入ってる曲だこれ。あ、そうなんだこれ、うん、流線形80っていうアルバムに入ってる不当を渡る風お届けします。Thank you.
実はね、次の歌は、うん、僕がリクエストしたい子は、うんうんうん、次ですね、あのポリズやってるときは必ず一応練習はしないとっていうことで練習水曜日とかね、うんうん、でやっぱりこの曲やりたいっていうことで練習してなかったんだけど、ともちゃんこの曲いいっていうことで、うん、お願いして、ね、いいよね、このね、あの優しい歌詞が僕はすごく好きで、うん、ありがとうございます。しっとりとずっとそばにいてるようです。ごめんなさい。できなかった。よかったですよ。なんか。また歌って。
とね、感想のフレーズを盗もうかなと思ってね、さっき聞いてるんですよ。もう盗めるの。そうそうそう。ちょっとまだ盗めないですね。ハーモニクス感じないですね。ね、素敵だと。クマさんね、素敵なんですよね。お子さんのバージョンでね、したりとか。じゃあ、海を見ていた午後です。あなたを思い出す店に来るたび遡って今日も一人来てしまった山手のドルフィンは静かなレストラン流行ってるよ。ねえ、そうなん。でもああいうところとかだとさ、その
ユーミンもサザンもそうだけど、いい歌ができるじゃない。私ほら日本海育ちだからさ、日本海はさ、もう演歌しか生まれないよね。ねえ、もう絶対そう、絶対そう。演歌見ないですか。雪の花がね、真っ白で。私今最後の曲ですって言うの忘れたね。もう一曲やっていい？ありがとうございます。時間なんぼでも時間も制限いきましょう。じゃあもう今日こんな曲ばっかりだけど、飛行機雲見てください。お酒が美味しくなる。白い坂道が空まで続いていた。ゆらゆら影朗が、あの子を包む。誰も気づかず、ただ一人、あの子は登ってゆく。何も恐れない。そして舞い上がる空に憧れて、空をかけてゆく。あの子の命は飛行機雲、高いあの窓で、あの子は死ぬ前も空を見ていたの。今はわからない、他の人にはわからない。あまりにも若すぎたと、ただ思うだけ。けれど幸せ空に命は飛行機雲、ほんまにバッテリー。